はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、 V スターユニバース価格紹介後編でございます。9月には大量再販が来るとのことですが、現状の価格はどのようになっているのか、参考程度にご視聴よろしくお願いします。購入はあくまで自己責任でよろしくお願いします。1枚目はパルキア V スター UR です。メルカリでの高値では5600円での取引がありました。購入相場的には4600円から5300円での取引がありました。2枚目はディアルガ V スター UR です。高値では約5000円での取引がありました。購入相場的には4000円から4800円での取引がありました。3枚目はアルセウス V スター UR です。高値では1万400円での取引がありました。購入相場的には7800円から9000円での取引がありました。4枚目はギラディナ V スター UR です。高値では約1万2400円での取引がありました。購入相場的には9500円から1万2000円での取引がありました。5枚目は新王の仲間たち SR です。高値では7600円での取引がありました。購入相場的には6500円から7200円での取引がありました。6枚目は翡翠の仲間たち SR です。高値では約7400円での取引がありました。購入相場的には5800円から7000円での取引がありました。7枚目は神連れのきらめき SR です。高値では2万500円での取引がありました。購入相場的には1万6000円から2万円での取引がありました。8枚目は貝 SAR です。高値では約2万円での取引がありました。購入相場的には1万5500円から1万8000円での取引がありました。最後はピカチュウ AR です。高値では4万9400円での取引がありました。購入相場的には3万1000円から4万4700円での取引がありました。再販が決定的になっており、ボックス価格の変動もあるみたいですね。今回の再販で可能であればボックスを集めておきたいところですが、なかなか難しいかもしれませんね。一つでもいいからボックスが買えますようによろしくお願いします。今後ポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。